ナショナルインタレストはアメリカ合衆国で発行されている雑誌。アメリカ合衆国のワシントン DC に拠点を置くセンターフォーザ・ナショナルインタレストから発行されている各月間の外交専門誌。本誌は名誉会長にヘンリー・キッシンジャーを据える。発行部数は1万部。現実主義的な立場に立った論調で知られ、国際的な社会、文化、経済、 歴史の際に注意を払った編集方針を取る。競合しフォーリンアフェアーズに対しては、その内容が外交政策の技術的側面に偏っているとして、しばしば批判的である。英商ザ、ナショナルインタレストは直訳すると国益。ナショナルインタレストの記事はアメリカ国内、国外を問わず多くのメディアに引用掲載されている。主なものに、ニューヨークタイムズ、 フィナンシャルタイムズ、オーストラリアン、新東ア、インターナショナルヘラルドトリビューンがある。1989年には、フランシス・福山の論文、歴史の終わりを掲載し、論争を読んだ。ありがとうございます。